千日の案は1969年公開の歴史映画。16世紀のイングランド国王ヘンリー・パッセイのヒアン・ブーリンの物語。ハル・ウォリス制作、チャールズ・ジャロット監督、ユニバーサル映画配給。脚本はマクスウェル・アンダーソンによる1948年の戯曲に基づき、ブリジット・ボーランド、ジョン・ヘール及びリチャード・ソコロブが脚色した。 元のアンダーソンの戯曲の無印様式は、ロンドン等での案の独白などの数箇所に残っている。本作品は、否定的な批評も多く受けたにもかかわらず、アカデミー賞10部門の候補に挙げられ、衣装デザイン賞を獲得した。ユニバーサルスタジオでの贅沢な広告キャンペーンでは、アカデミー賞の選考委員に、シャンパンとフィレミニョンが供されたという。この映画のベースとなった、擬曲、 1000日の案は1948年12月8日にブロードウェイのシューバート劇場で初演された。演出は H.C. ポッターでレックス・ハリソンとジョイス・レッドマンがヘンリー・パッセイとアン・ブーリンに踏みし288日のロングランを記録した。ハリソンはこの演技でトニー賞を獲得した。しかし、不倫、非政治、禁止相関というテーマが アメリカの映画制作コードに触れたため、千日の案の映画化までには20年の年月を要した。映画の撮影はロンドン及びパインウッドスタジオ及びシェパートンスタジオで行われた。16世紀のイングランド、国王ヘンリー・パッセリは創生した兄の妻キャサリンを目取り、娘を儲けていた。しかし、どうしても四次の男子が欲しく、また年上の妻に飽き飽きしていた。 1527年、ヘンリーは、宮廷で、当時18歳のアンブーリンを見染めるが、すでに婚約者がいたアンは、姉が王の愛人として、諸子を産んでいたこともあり、同じ境遇になることを拒否する。それでも王は諦めず、婚約を解消させたばかりか、キャサリン王妃の助官として宮廷に出資するようアンに、命ずる。愛人になるよう迫るヘンリーに、アンは決して諸子は産まないと繰り返す。 何としても息子が欲しいヘンリーは、キャサリンを離婚してアンと結婚するというアイデアを思いつく。アンは驚くがそれに同意する。しかしキャサリンは、強大なカトリック国スペインの出身であり、ローマ教皇が離婚あるいは婚姻の無効を認めるはずもなく、教皇の説得に失敗したウルジーズ・ウキ教は解任される。王はついに、ローマとの決別を決意する。 ヘンリーの決断に感激したアンはついに求愛を受け入れる。やがて妊娠を知ったアンとヘンリーは密かに結婚する。アンは見事な即意識を挙げるが、人々は彼女を王の売春婦をあざける。数ヶ月後にアンは娘エリザベスを産む。ヘンリーは男子でなかったことに落胆し、アンとの仲は冷え始める。ヘンリーの興味はアンの女官の一人であるレディジェンシーモアに移る。 それに気づいたアンは、宮廷からジェーンを追い出す。しかし、アンの次の妊娠も失敗する。男子ではあったが死産だったのだ。ヘンリーは大法官、トマス・クロムウェルに命じて、アンを追い払う方法を見つけさせる。クロムウェルは使用人を拷問することによって、王妃との貫通の偽の証言を引き出し、また他に4人の定身を貫通の罪で逮捕する。アンもロンドン島にされるが、 はじめは馬鹿げたことであると考えていた。しかし、自分の兄も、近親相関の罪で、逮捕されるに至り、ついに自らの運命を知る。アンは裁判で貫通を自供した、使用人、マーク・スミートンを尋問する機会を得て、その証言が嘘であったことを認めさせた。その夜、アンを訪ねたヘンリーは、結婚を無効にすることに同意すれば、自由を与えると提案するが、 アンは拒絶する。それは、娘、エリザベスを諸子とする提案に他ならなかった。数日後、ついにアンは、打ち首となった。ヘンリーはその時、JNC モアと結婚するために館に赴く、ところだった。アンの処刑を告げる合法が鳴り響いた時、エリザベスは、宮殿の庭で歩き方の練習に励んでいた。オスカーの内幕メイソン・ワイリー&、 ダミアンボ百434ページ。ハットウェア、ヘンリー8、ザ・キング・ヒズ・コート、ピアニッシモ、P P216。ありがとうございます。